では自然言語処理のための機械学習第2回と題して丸山が発表します。今日はこのクラスタリングの部分について話していきます。で、このクラスタリングの中でもこの業種型クラスタリングとあとは経平均法っていうところをメインに話していきます。で、まずクラスタリングっていうのはその似ているもの同士を一つのグループにまとめていく作業のことをクラスタリングって言います。で、具体的な例としてはある製品のお客様の声っていうのが大量にあったとして、でその中からっていうかそのお客様の声の外観を知りたいときにこのクラスタリングっていうのを使って、でまあ似たような意見をまとめてって、そのグループの中から少し抽出して読むことで、まあ大体お客様がどんな意見を持っているかっていうのを知ったりという時に使います。で、今の例だとちょっとお客様の声っていう文章を対象としてたんですけど、別にその文章だけではなくて、まあ単語とか文とか、そうあらゆるものが対象です。で、ポイントはそのグループがその出来上がるクラスターがどういうものなのかっていうのを前もって知ることはできません。で、クラスタリングの具体的な方法としてこの凝縮型クラスタリングっていうのがあります。で、凝縮型クラスタリングっていうのは最も似ているもの同士をまとめていくクラスタリングの手法です。で、ここからはちょっと図で説明していきます。で、まずこの黒い丸で示しているのが事例ベクトルです。で、文章だったら例えば前回説明したバックオブワーズだったり、単語だったら文脈ベクトルだったりで表されているのがこの事例に相当します。で、それを囲んでいるのがこのクラスターです。で、最初初期状態としてこの事例一つに対して一つのクラスターを割り当てていきます。で、この中で最も近いものを一つにまとめます。で、最初に近いのがここの部分なんで、ここをまとめて、で、次に近いのがその向こうの2つなんで、まとめて、で、そうすると、こんな感じですね。で、これを、樹形図で表したものが、この図で、交わっている箇所が、下から上にこう流れていて、で、交わる箇所がそのクラスターが合わさったところを表しています。で、この高さがそれぞれで違っていて、それが交わる順序を表しています。で、これの中で自分の好きなところでこの切って、それがでクラスターを得るっていうようなものがこの凝集クラスタリングです。で、今までの話の流れをまとめたものがこれです。と最初に、まあ、このベクトルが与えられていて、でそれをと、まあ、クラスター一つ一つのクラスターに割り当てて、で、まあ、ある条件に基づいて、で、まあ、一番近いやつを対象としてくっつけていて、それを繰り返していくっていうような感じです。で、ここでちょっと問題になってくるのがこの部分で、その事例一つ一つの場合はそれを例えば余弦類似度コサインを取ったりすれば簡単にその類似度を出せるんですけど、そのクラスターの中に複数の事例が存在した時にどれを基準にそのクラスター同士の類似度を決めたらいいのかっていうのがとても問題になってきます。で、その方法としてこの3つがあります。で、まず単連結法です。で、この単連結法っていうのはそのクラスターが与えられた時にそのクラスター同士の中で一番近いものの事例をその事例の対を
クラスターの類似度とする方法です。で、その全く反対のものがこの完全連結法ってやつで、そのクラスターの中で一番遠いもの同士をと類似度とする方法です。で、その単連結法と完全連結法の間を取ったようなのがこの重心法っていうもので、とそのクラスターの重心を類似度として取っていく方法です。で、次に K 平均法です。で、 K 平均法っていうのはとクラスターの平均ベクトルを用いて、まあ、K 個のクラスターに分割する方法で、この K 個っていうのは、まあ、あらかじめ自分で決めておく必要があります。で、ここでもまた図で説明するんですけど、分かりやすく、そのクラスター数を2とします。で、先ほどと同様に、この丸が事例ベクトル で、このひし形で表すのが代表ベクトルとします。で、最初に代表ベクトルをランダムに振ってやって、で、事例から見てその一番近い代表ベクトルの方にグループを分けます。で、分けた後に今度はこの分けられたグループの中で、平均をグループの中の平均のところを代表ベクトルとして、で、またこれをに基づいて先ほどと同様に近い方にグループ分けします。で、これを何回かこう繰り返していって、で、もうここまで来ると変わらないと収束した状態になるので、ここで終了というような形になります。で、今までの K 平均法の流れをまとめるとこのようになります。最初にクラスター数 K を決めて、で、最初はその代表ベクトルをランダムに選んで、で、まあ、収束するまでと、そのだろうな、収束するまでと事例を、その最も近い代表ベクトルに最も近い事例から見て近い代表ベクトルに割り振ってやって、で、まあ、平均を取って、で、これを繰り返していくというような感じです。で、今日のまとめです。以上です。